試乗してまいりました。はい、ちょっと上まで上げて、上げて上げて、で戻ってきて OK、 乗らない。ちゃんとやればちゃんとやってないのって言われちゃいますよね。できましたね。はい、 OK ですね。はい、さあそんなところでですね、ちょっと、最近のコメントからっていうのもあれなんですが、あ、うちはね、あのペイペイやってますよ。ただあのうちの場合は 5% 還元業者には登録しておりませんので、ペイペイのポイント還元だけになってしまいます。過去にはね、あの GP120、まあ、キムコの GP125 をね、お車両代ペイペイでお支払いいただいた方いらっしゃいますよ。そうすると何千、結構ポイントがね、3000、あと10万円以上になると0.5% 追加だったりとか、あと、いろんなのあるんですよ。なので、ペイペイは使うと、はい、使えば使うほどポイントがね、うん、で使ってる業者側、まあ、例えばうちとかね、お店側は、ジャパンネット銀行の口座を持っていると最短で翌日振り込みなんですよ。で最初その設定がよく分かんなくて、そうすると1万円以上じゃないと振り込まれないみたいなね。で1万円以上になってやっと、振り込まれるんですけど、翌月ですかねそういう設定になってて、あれってダメですよね、ダメダメですよね。で、あ、なかなか振り込まれないなって、1000円とかね、オイル交換代1200円とかそういう感じですよ、で当時ね。で、あ、なかなか、あ、これ振り込まれなくて困っちゃうなと思ったんですけど、あの設定をちゃんとして翌日払い危ないね、そういうことやったらダメですよね。で今のところ手数料うんぬんだけじゃなくて、送金手数料というのもあるわけですよ。でジャパンネットにしてると送金手数料かからないので、やっぱりそのあたりも大きいですよね。で手数料プラス送金手数料なんてかかってたらやってらんないですよね、うん、でクレジットカード払いっていうのは、手数料大体 4.何%って言いましたよね。結構かかるんですよ。で要はポイントがつくじゃないですか、クレジットカードで払うと。それは誰がその分を支払うのかというと、お店側ですよね。お店側が要はそのポイント分をクレジット会社に手数料として引かれて払っている、まあ引かれるわけですよね。引かれた分の何パーセント、例えばまあ切りのいいところで 5% にしましょう。お店から 5% もらって、そのうちの 2% をお客様にお返しするというような仕組みでいいですか。まあ 1% の時もあるんですけどね。でそうやって儲けるわけですよね、うん。なんで、で、まあ、クレジットカードのいいところはですね、管理ができるということです。やっぱ 国とかがね、お金の動きをすべてちゃんと管理することができるわけですよ。で誰がいつどこでいくら使ったか、でそれを、そのお金が今度どこに行って、いつ何とかでね、みんな分かるようにしたいんですよね。そうすると税金もちゃんと取りっぱくれがない、そのお金を使った時にすぐ分かるわけです。その人がそこで使った、いや俺お金持ってないからって言うのダメなの。もうすぐ穴にかけましたね。で高額なものとかね、あ、こんなの買う余裕があるんですねっていう感じにもなりますよね。まあ、そう、中国の方がね、まあ、お見えになるんですけど、最近はこのコロナの影響で、この間ね、車代もあったんですよ。そう、運転してたら、軽トラ運転してたら、なんか、そう、ピッピーって、なんだろうって、さ、なんか、ちょっと、知り合いかなと思ってさ、手挙げるから、あれ？並んだら、あ、何やってんですかつって、何やってんですかね。そう。ね、ちょっとコロナのあれでっつって行けないんでっつって、あ、いやつって、お子さん連れてなんかね、でまあそれはいいんですけど、やっぱりね、そういうの使わないと、政府みんな管理されるから、まあ、みんな政府が管理してるから絶対使わないっつって、現金っつって言ってましたけど、日本人はねそういう感覚ないんで、やっぱり中国の方そういう感覚があるんですかね、国のねあれにこうみんな管理されてるみたいなね、変なこと言わない方がいいですかね。あるんですよ、ね、日本の場合はね、でも日本だってそうですよ、そういうのはいずれねそうなってって、うん、現金をなるべく使わないでほしいっていうね、それに踊らされちゃうんですよ、ついポイントがつくとかね、あので 5% 還元だなんて言って嬉しいですもんね。私だって 5% 還元だ、バイク買うときは 5% 還元なんだから、それ払います。でも月
月に最高額が2万5000円とか、なんか上限があるみたいです、今はね。昔は上限、最初やった始めたのが上限がなくて、昔なんかやった時、いくらでもこう、あれ、ペイペイの方ですか、上限は。ペイペイもなんか 20% か、なんかやってましたよね。なんかわけわかんないことね。それでね、お互いにやるんですよ。お互いにこう仕入れ合う。買い合うっていうお店同士でね。そうすると、いくらでも儲かっちゃうわけですよ。お互いに。そういう、抜け道があるような、ざるなやり方しちゃダメですよね。すぐまあ気づくと思いますけど、お互いに買ってれば、いや買ってるんだから、でも私は文句つけられないですよね。空じゃダメですよ。ただやり取りだけしてるだけじゃね、ちゃんと物が動いていればね、お互いに文句言えないですよ、ね、いやお互いにそっちにあるバイク欲しかったんだ、で向こうもバイク欲しかったんだ、別に車でもいいですけど、車なんかだったら大変ですよね。何百万とか何千万とかね、お互いにね、バイク屋さんでもあるんだ、おちょっと入れ替えるかっつって、そっちのそこっちにある絶欲しいな、あじゃあうちの絶買ってくださいよっつって入れ替えでね、300万安いな、400万ぐらいでもいいんだぞ、じゃあ400万のしますかっつって、ポイント、そういうことできちゃういけないですね、それはね。今はできないから大丈夫、上限が決まっちゃってるんで、ね、ザルですね。他にもね、まあ、いろんなね、あるんですけど、なんかね、私どっかでモトラの話をしたらしいんですよ。VFR かなんかのあれ で昔私モトラ販売してたことがあるんですけど、でモトラと入れていた、いやそこでねモトラって入れてしまうと、モトラを期待してる人が見るでしょ、その時になんだよってなるんで、だからそういうのはあんま入れないんですよ、台とかにね、うん、要は釣り動画になっちゃうんで結局ね、いや釣り動画のつもりはないんですけど、ちゃんと内容をね話せばね、うん、で昔、世田谷の方でヤフオクにねモトラのパーツを出してる方がいらっしゃったんですよ、作ってね、その方今もなんか出してますかね、あとステッカーセットとかね、あとマフラー、ステンレスマフラー、ノーマルマフラーと同じあれでステンレス使って作ってるやつで、基本的な構造は一緒だって言ってましたけど、まあ多少微妙にねちょっと違う、若干太いんですかね、うん、まあなんかね、でノーマルで、あとプロテクター、マフラーのところにつくやつ、プロテクター色塗ってあるやつ、黄色いのと緑色のやつ、あれとかも出されてましたよね。あとスプロケットね、モトラの難点はフロントのスプロケットがないってことです。もう純正品出ないですよね。で特殊な形状をしているので、いわゆる副変速機付きのスプロケットって特殊な作りになってるんですよ、ホンダさんの場合は。なのであれは専用品になっちゃうんですね。だから CT100 等も専用品ですよね。で CT100 等とモトラが互換性があればいいんですけど、互換性ないので付かないじゃないですか。で CT100 等の方は、まあ、428チェーン使ってますけど、あとまあちょっと違う、やっぱり違うんですね。形は似てますけどね、形は似てるんですけどちょっと違うんですよね。なので、その辺とかね作られてましたよね。あとシートの表皮ね、純正風のね、純正と同じパイピングのやつね、ホンダとは確か入ってなかったかと思うんですけど、ホンダって入れてほしいですよね。あれ入ってる、やっぱりあれが入ってないと、あれ入れちゃうと怒られるんですか、ダメなんですかね、どうなんですかね、登録なんとか商標登録とかなってるんですかね、ちょっと分かんないですけど、まあそういうのとか、他にもなんかいろいろ出されてましたよね。あと CT100 等の、サブタンク用のブラケット。リアのこのフェンダーの上に被せるんですよ。それを。そしてそこにサブタンクがつくんですよ。ボンと。サブタンクってわかりますよね ?CT100 等の。大丈夫ですよね皆さん。そんなのは当たり前だろう、わかってるよっていう、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、説明させていただいてもよろしいですか。CT100 等にはですね、サブタンクっていうのが設定があったんですよ。で、それは北米仕様。当時の北米車、最初の方の北米車 CM っていうタイプですかね。で、大丈夫ですかね。有名ななんとかリンドロとか、お店ありますね、向こうの方にね。関西の方にね。いっぱい儲けましたよね。なんてこと言うんだよ。なんてこと言ってんだよって思われますけど。そう。それで、それの、AG バイクいっぱいやってますよね。やってましたよね、昔からね。どうですか、最近はね。
モノなんとかさんね、どうなんですかね、リンドルさんね、私あの面識ないんでね、あんま変なこと言うと怒られ、ふざけんなよって言われると嫌なんで、ね、あれですけど、で、まあ、その CM っていうタイプですよね。でそれに標準で出てたんですかね、それはね、あのサブタンクっていうのがね。で標準のタンクが5リッターぐらいしか入らないんですよ。まあ、5リッター入れば十分かなと思いますが、やっぱり航続距離を考えるとね。で CT100 通ってだいたい30、私の乗ってたやつで、通勤とかでずっと使ってて、片道20キロぐらいのね、通勤毎日使ってて、でギア比を若干低くし、高くして、リアスプロケット41兆ぐらいにしてあるんですね。でそれでノーマル45ですよね、確かね、それによって少しハイギアードになるじゃないですか。だからそれによってもそれでもね35、6キロしか走んなかったですかね。まあ回し足してますからね、前回走行ですから常にね、まあ、とことこ走ればもう少し行くかもしれないんですけど、大体そんなぐらいしか走んないんですよ。で満タンにしても大体100だから100ちょっと走るともう流すなくなっちゃうんですよね。うん、なくなっちゃうっていうか、あこんにちは、どうも、どっか止められる、そこでよければ。